ライト鉄道チャンネルスタート。パチ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 。さあ、今回はなかなかコロナで自由に出かけられないってこともあるので、はい、お家でできる鉄道ゲーム企画、おお、これをやっていきたいと思います。はい、全部で2ラウンド、はい、2つのゲームを用意してます。はい、第1ラウンドは頭文字で路線当てクイズ。はい、これどういうクイズかと言いますと、駅名の頭文字を、はい、まあ、何駅か出して、はい、それを見て何線か路線を当てるっていう、まあ、シンプルなクイズですね。はい、例えば例題として、うん、これこんな感じ、と、し、し、お、これは何線の駅の頭文字でしょうか。はい、乗車さん分かりますか。ライトは分かりますか。分かりません。はい、これ正解は東京、品川、新横浜、小田原っていうことで東海道新幹線。おお、こんな感じか。そうそう。で、今回は、ライトとライト鉄の対決ということで、はい、3問ずつお互いに出し合って、うん、合計ポイントの高い方が勝ち。はい、よし、じゃあ1問目、ライトからの問題お願いします。じゃん。つ、こ、つ、べ、べ、べってつく駅あるか。あります。これつが最初の駅ってことかな。はい、この路線の始発駅ってことだよね。はい、つ、こ、つ、べ、つ、つから始まる駅、つから始まる駅なんてあったっけ。路線始発駅でつ、鶴見、鶴見線。ピンポン。あ、当たった。あ、意外と早かった。あ、そっかそっか。鶴見国道、鶴見小野で、弁天橋か。はい。あ、鶴見線ね。あ、意外と早く当てちゃった。まあ最初だから、それ鶴から始まる駅なんてね、始発駅で鶴から始まる駅なんてそんなないもんね。ね。じゃあ次、ライト鉄父からの1問目。はい、いきますよ、せーの、じゃん。おお、わ、ち、ち、へ。さあ、これはどこの路線でしょうか。ちょっとさ、これは始発駅から。そうそう、わが始発駅です。うんうん、あ、わかった。マジで、うん、早っ。平和台、福都新線、または有楽町線。正解。うわ、一発で当たられたな。よくわかったね、和から始まる駅。和光市ぐらいしか思い浮かばなかった。あ、まあそっか、和から始まる駅そんなないよな。はい、じゃあ2問目いきましょう。はい、お願いします。はい、に、に、あ、く、なんだ、にから始まる駅。2から始まる駅を上げていこうか。西日暮里、西日暮里スタートの路線なんかないよな。2、西荻窪、ないな。2、日本大通り始発。ありえないな。なんだろう、これ難しいね。西八王子、西八王子線。そんなのあるわけないや。あるわけないよな。西船橋、ニラキ中山。そんなわけないよな。東西線じゃないな。あ、逆だ、西船橋、逃がし怪人。東洋高速鉄道。全然違う。イエース。いや、ヒント、はい、ヒントはどれか一つ、どれか一つ二文字目を教えてください。はい、二駅目が西なんだ。二駅目が西、じゃあ一駅目は西じゃないのかな。あ、わかった。うわー、
き惜しかったんだな。わかった。はい、これは日暮里舎人ライナーです。最初に言ったの西日暮里だったから。言ってたじゃん西日暮里な。日暮里も2から始まるじゃん。あーそういうことか。うわ最初、いや答えられたな。西日暮里が出てきたらなんで日暮里舎人ライナー出てこなかったかな。まあじゃあ2問目はワンヒント、1つのヒントで答えられたということで、で0.5点なの。そういう仕組みなの。まあいいや、じゃあ 0.5 点ということで、はい、はい、じゃあ父からの2問目です。はい、今度は難しいぞ。はい、いきます。せーの、ドン。リとベと、リから始まる、リから始まる駅です。リからね始まる始発駅なんてそんなないよね。でもなんか リからシャツ聞いたことあるな。ベなんてね、うん、そんなないよね。ベから始まる駅なんて、うん、だいぶね、うん、視聴者の方はもうピンときた方いるかもしれない。おヒントいこっか。はい、ヒント、じゃあ2文字目、2駅目の2文字目はこれです。東京ではなさそうだな。でも他に思いつくのは東金とか。ああまあ東金もねあり得るかもしれないけどね。新交通システムか、うん、路面電車とかなんだろう。ああなるほどね。絶対そうだよ。じゃあもう一つヒントいこうか。はい、じゃあどれか二文字目開けてほしいものがあれば言って。リ、リを開けてほしい。リ、リの二文字目はこれです。さらに分かりやすくしようか。はい、分かった。お、ディズニーリゾートライン。正解。いや楽しい。この4駅しかないからね。ディズニーリゾートライン、その通りです。おこれは難しかったか。ちょっとさ、リゾーで分かった。リゾーでさすがに分かったか。でもさ、路線の名前と駅が思い浮かばなかったな、ね、難しいもんねちょっとね。フルネームではなかなか出てこないよね。はい、じゃあ3問目はですね、うん、お荷物レベルということで、はい、さっきまでは始発駅から4駅をオープンしてたんだけども、うん、今度は途中駅。はい、これは難しいぞ。はい、じゃあ3問目先行ライト、はい、お願いします。さとやし、さとやし、やから始まる駅がちょっと手がかりになりそうだな。え、や山、あ、夜行だね。あ、夜行、そう、夜行知ってかと思ったけど、その前鹿島田だもんな。とじゃないもんな。夜行知ってだけは当たってたけど、でもこれヒントだな。ヒント、2文字目を開けてください。はい、やがいい。じゃあやでお願いします。はい、柳瀬川、東上線の柳瀬川。あ、でも違うか。柳瀬川四季、柳瀬川四季は当たってるけど、その前水穂台だもんな。トズホダイってことにしとかない。トズホダイ、柳瀬川式っていうことで、東上線です。さは？さ？うん、さ、ささか。ささかじゃない。いいかね、違うな。もう一駅先教えて。もう一駅先、市の次。うん、市の次は何駅ですか？うん、いやー分かんない、これは無理だ。はい、正解は中央本線。中央本線どこから？猿橋から。あ、猿橋、鳥沢、柳川、塩津、上野原。うわーこわー、いや山梨県だとは思わなかった。全く頭に入ってなかった山梨県は。うわー
でもこれ視聴者さん多分柳川って分かった人いただろうね。うん、いっぱいいただろうね。ね、いや悔しいな。じゃあ次、これちょっとリベンジするしかないな。じゃあ最後、はい、父からの3問目、鬼ムズレベル、はい、途中駅なんですけど、はい、これね、もうね、もういいよ、あの5駅出してあげるから、はい、これもうすぐ分かると思うから、はい、いきますよ、はい、せーの、ドン、ムー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 ムロランとか急に急に北海道これもうライト的には全部武蔵なんちゃらじゃないかっていう予想。うん、全部ね。うん、視聴者さんはまあある程度目星がついた方も多いかもしれないね。じゃあもう一駅、5駅目だけ出してあげようか。はい、5駅目はかです。むか、路線名を当てれば。わかった。わかった？はい。ピンときた？うん。え？じゃあ何線ですか？南武線。正解。よーし。よーし。そうだよ。武蔵4駅続くんだよ。でその後向かい河原まで無が続くっていうことで5駅連続ね、無から始まる駅なんですよ。結局ヒントで当てたから 0.5 だった。うん。ということで。この対決は2点対 1.5 点でライトの勝ちです。ラウンド1、頭文字で路線当てクイズは以上です。よーい、た、た、立川来た、立川来た、た、またたか、鹿島だ、あと5駅。